ちょっと夜なんでね、今回もあんまり大きい声が出せないんでね、編集で、なんとかボリュームだけ大きくしようと思います。はい、ちょっと聞く苦しいかもしれないですけど、すいません。何があったかっていうと、あまりにも突然のことすぎて、こう情報が全然まとまってないんですけど、ユタボン君のツイッターのアカウントが、削除されたみたいですね。まあなんでも、本人が言うには乗っ取り被害にあってアカウントを消されたっていうことらしいんですよね。うん、まあただこれ多くの人が指摘している説が実は2つあって、乗っ取り被害にあったって言ったんだけど、実は自作自演の、説で、もう一つの説が、ツイッターの仕様変更で閲覧数が見れるようになったから、フォロワーとか視聴者を買ってるアカウントっていうのは削除されるんじゃないかみたいな、削除されていくんじゃないかっていうふうな、ことなんですよね。実際にどこの新聞社とは言わないですけど、フォロワーめっちゃ多いのに、閲覧数が3000とか4000みたいな、そういう新聞社があるんですよね。うん、まあどこか言わないですけどね、どこかは言わないですけど、まあ、そういう風な新聞会社があって、実はそれも削除されるんじゃないかみたいな、そういうことが言われてるんですよね。うん、だからユタボンもこれに当てはまったんじゃないかっていう風な説があったんですよね。うん、でこれについて僕が思ったこと、ユタボンがのアカウントが消えたことについて思ったことは、これを機にツイッターやめれるやん、ツイッターやめれるやんっていう感じですよね。うん、まあね、ツイッターやめて、いきり散らかして、変な情報を流すのはやめようと、そういう風なことですよね。うん、まあそういう感じですよね。まあタバコと一緒ですよね。悪いって分かってても、100害あって一理なしだって分かってても、もうやめられないみたいな。なんでかっていうと、もうそれはこうタバコ自体にこう依存性があるからやめられないみたいな。でツイッターも多分何かしらの、つぶやかなきゃいけないような何かがあるんでしょうね。うん、まあだからそれも、強制的にやめれると。まあ例えばまあ、めちゃくちゃ例えが悪いかもしれないですけど、まあ、刑務所に入ったら強制的にタバコ取り上げられるじゃないですか。まあそれよりかはまあ明らかにこう強硬策というか、そこまで明らかにこう強制的なあれではないですけど、ツイッターもこれでこれを機にね、やめれるんじゃないかと、まあそういうふうに僕は思いましたね。まあなんかツイッターユタボン新しいアカウント作って、まあなんかサブアカみたいなやつを作ったんだけど、結局それも鍵アカウント限定公開のアカウントにしちゃったみたいな、そういう感じになってるんで、うん、まあなんか結局やめないんかと、まあそういう感じですよね。まあ限定公開にしてるから、なんだ、変な情報というか、不特定多数の人に対して、不愉快にするような、投稿っていうのは、まあ今の段階ではできないんだと、できないというか制限されるから、まあそれはねちょっと成長したのかなというふうに思いましたね。うん、まあ成長って偉そうな言葉を使いましたけど、まあそういう、 こう情報が垂れ流しっていう状態ではないっていうことがだけが、まあ唯一の救いなのかなというふうに思いましたね。うん、そういう感じですかね。まあこれを機にね、ツイッターやめるっていうのはまあすごいいいこと、ツイッターやめるというか、変なね、煽りツイートとかそういう投稿を、一切なくなるっていうのはすごく彼にとっても、いいことだと思いますし、彼の評判が、落ちない、これ以上もう落ちないっていうところでは、すごく、メリットがあるのかなというふうに思いますけども、まあ、息子はこれで辞めれるかもしれないんですよね。でもまた中村ゆきえが一気に散らかしてると、まあそういう感じなんですよね。うん、まあ結局こいつが、足を引っ張ってると、せっかく息子が成長してしようとしてるのに、こいつが足を引っ張るせいで、中村ゆきえが足を引っ張るせいで、いろんなことがこう台無しになっていくっていう感じですよね。うん、まあこれずっと言ってますけど、ユタボンが、ツイッターで、アンチの言うことも聞かなきゃいけないんじゃないかと、ヒカキンさんも、アンチが大事なお客様なんだと、そういうことを言ってるから、俺もアンチの言うことはある程度は耳に入れなきゃいけないんじゃないかみたいな、そういう風な、ツイートをしてたんですよね。でそれに対して中村ゆきえは、アンチは、ゴミなんだから、そんなやつの言うことを聞いてると、自分もアンチ脳になると、あんな害悪害虫の言うことなんか聞く必要はないみたいな、そういうふうなことを言って、ユタボンの、発想に蓋をしてしまったんですよね。うん、まあ、これは本当に教育者というか、そういうふうなことを名乗る人が一番やってはいけない、そういうことです。そういうことをやってしまってるんですよね。子供たちの、こうなんじゃないかっていうふうな疑問に対して無理やりこう上から押し付けて蓋をしてしまうとか、そういうのは一番教育者がやっちゃいけないことなんですよね。うん、まあ、しかもこの人なんかそのカウンセラーとかそういうのを名乗ってるんだったら、それぐらいわかるでしょっていう、調べりゃわかるじゃんっていう、そういうふうなことなんですよね。うん、まあ、そんな感じなんですよね。うん、まあ、しかもその中村ゆきえが生き散らかしてる内容が、調べりゃ分かることを調べないアホどもみたいな、なんかそういう書き方をして、またその人が不愉快になることを言ってるんですよね。うん、まあ、何回目だと、何回公共の電波を使ってそういう、なんていうかな、人が不愉快になることを言えば気が済むんだと、まあ
何にも策がなくて、言ってるんだろうなというふうに思いました、ね、なんかその敵を作って囲い込みをするみたいな、味方を増やしたりだとか、味方の結束力を増やす、まあ味方っていうとここではファンですよね、ファンの結束力を増やすとか、強めるっていう、そういうふうな、効力はないと、なんでかっていうと、ただ単に、いろんな人を敵に回してるだけだからっていう、なんか、まあなんかいろいろ言われてるけど、俺たちの、例えばですけど、いろいろ俺は言われてるけど、俺はファンのために、動画を作るんだみたいな、そういう感じのことを、言ってれば、もしかしたらファンの結束力が強まるかもしれないですけど、まあ、ユキヤの言ってることは、ただ単に、いろんな方面に喧嘩を売ってるだけっていう、そういう感じなんですよね。うん。まあだから、その調べりゃ分かることを調べないアホどもみたいな書き方してるんですけど、まあ、その調べることを調べない、調べりゃ分かることを調べないっていうことも、どの口が言ってんだと、そういうふうに感じましたね。うん。まあ以前投稿した、その、ユタボンサディ号意味なかったんじゃないかと、ググったら分かる不登校の実態すらも知らずに、こう自分の都合のいいように、事実を作り出して、勝手に作り出して、Twitter で発信してるんじゃないかみたいな、そういうふうな話をしたんですよね。うん。まあそういうことをやってる、にもかかわらず、なんか、調べりゃ分かることを調べないほども、みたいな。なんか結構自分のことは、棚にあげると。まあ、棚にあげるというか、自覚がないんでしょうね。自覚がないけど、自覚がないからこそこういうことを言っちゃうっていう、そんな感じですかね。うん。まあ、そんな感じだと思います、僕は。うん。まあ、だからその、まあ、もちろんね、人だから、その、僕もやっちゃうときあるんですよね。自分のことを棚にあげるとか。まあ、そういうこともあるんですけど、うん。まあ、わざわざ、この人は、まあ、棚にあげることは、まあ、人が誰しもやっちゃうことだから仕方がない、100歩譲って仕方がないとはしても、なんだ、アホどもとか、そういう感じで、何、人を不愉快にさせるような、そういうツイートを公共の場でやってしまってるっていう、そういう風な違いがあるんですよね。うん、だから、これは本当にこう、ただ単に人を不愉快にさせるだけ、人を煽ってるだけっていう、これ何がしたいんだと、そういう風に思いましたね。うん、まあ、息子を煽りたいっていう気持ちがあるのかもしれない。息子、ユタボンが批判にさらされることを、防ぐためにこう自分がこう盾になるみたいな、そういうなんか感じになるかもしれないですけどね。なんだ、あれだ、ナッパからご飯を守ったピッコロみたいな感じですよね。うん、そんな感じで、もしかしたらあるのかもしれないですけど、そういう意図が。あるのかどうか分かんないですけどね、そのピッコロみたいな、ね、意図があるのかも分かんないですけど、まあ今までの言動を見てると、うんっていう感じですよね。まあまあまあ、もしさっきのその何、ナッパからご飯を守ったピッコロみたいな感じで、こうユタボンに批判をさらされることを防いだ、ユタボンパパみたいな、そういう感じの状況だって証明できるような今までの過去があるんだったらすごいじゃないかみたいな、そういう感じのことになるでしょうけど、まあね、今までのことがあるから、さっきも言ったけど、その負担、ユタボンの疑問に対して、強制的に蓋をしてしまったりとか、なんかあれだ、なんかユタボンをその危険な目にさらす、そのユタボンサディ号でも、バイクに乗せたりだとか、台風の中で、海に近づかないでくださいっていうふうに言われてるにもかかわらず、海に釣りに行っちゃうとか、そういう感じの言動が見受けられるから、いやピッコロのような意図があるのかなっていうのはちょっと、まあ、証明できないから、うん、まあ、うん、それも普段の言動だの、言動というか、そういうのが出てるなと、普段の言動から、そういうふうな、行いの悪さっていう、行いが、普段の行いが悪いから、そういうふうに思われないのかなというふうに思いましたね。はい。うん、まあ、結局ね、まあ、中村ゆきやが生きて、何もこう意味ないよっていう、そういう風になっちゃいましたね。はい。まあここまでいっちゃうと、もうある意味すごいなと、ある意味羨ましいなという風に思いましたね。うん、そこまでこう言い切れるというか、うん、それはすごいなとシンプルに思いましたね。うん、なんか僕だったら普通にこう、僕だったらというか普通だったら躊躇するじゃないですか。これだったらなんだ、みんなからこう不快に思われちゃうからやめようみたいな、それがないんだなという風に思いましたね。うん、まあある意味すごいなというふうに思いましたね。はい。まあ、何も躊躇しない人が案外成功するみたいな、そういう話をしますけど、まあ、この人はどうなのかなと。まあ、なんか単純にこう、人を不愉快にすることだけ、躊躇しないって。音楽を作ったりだとか、まあ、なんか新しい技術を開発したりとか、そういうことに躊躇しないわけではないから、うん、まあ、どうなのかなというふうに思いました。はい。ということでね、ユタボンが、ツイッターのアカウントを消したのか消されたのか分かんないですけど、まあ、彼のツイッターのアカウントが、消滅したと、まあ、そういう風な情報が入ってきたのでね、まあ、いろいろ動画にしてみました。はい。で、まあ、毎回のように言ってるんですけど、まあ、ユタボン君には、
これからね、いいように人生を歩んでいってほしいので、まあこれもね、一種の動画の参考に、一種の参考にしてくださいみたいな感じの動画で発信してるつもりなんで、ね、うん、まあ、他の YouTuber でユタボン批判してる方も、結局ユタボン君が期待してるから、ユタボン君のことが、心配だからそういう風な発信をしてるわけじゃないですか。まあ別にそのユタボンが嫌いだから発信してる人ってほとんどいないと思うんですよね。うん、まあ、だからこそ、まあ、ユタボン君はそのこれからの人生、まあ学校に行くのか行かないのか分かんないですけど、まあうまく歩んでほしいなというふうに思ってます。はい、ということでね、今日の動画は以上にしたいと思います。面白いと思っていただければ高評価とチャンネル登録お願いします。ということでお疲れ様です。